疎血性骨絵詞は骨絵詞または骨梗塞とも呼ばれ血液供給が阻害されることにより起こる骨組織の絵詞である早期段階では症状が見られない場合がある悪化していくと関節の痛みが増し動きが制限されることがある合併症には骨やその近くの関節面の崩壊などが挙げられる危険因子には骨折関節脱臼、アルコール依存症 高容量ステロイドの使用などが挙げられる。また、この症状は明確な理由がなくても発生する場合もある。一般的に最も発症が見られるのは大腿骨である。その他の比較的一般的に発症が見られる部位は上腕、膝、肩、足首などである。診断は通常、X 線、CT スキャン、MRI などの異様画像によって行われる。稀に、 生体組織診断が行われる場合がある。治療には、投薬、幹部の足を使わない歩行、ストレッチ、手術などがある。ほとんどの場合、最終的には手術が必要になり、骨内の減圧術、骨切り術、骨移植、関節置換術などが行われる。米国では年間約1万5000件の症例が発生している。 一般的に30歳から50歳の人が最も罹患しやすい。一般的に女性よりも男性の方が罹患しやすい。青年期の右膝の正面 X 線、矢印は大腿骨の外側内側下における無血管性死及び離断性骨軟骨への発症を示しています。ありがとうございます。